はようございます。今日も元気よく窓際族オンエア。大家早上好、今天也非常有元气，因为天气很好，虽然很热吧。ね、今日は元気です。あの暑いんですけどね。7月末21日、うん、もう7月も末で今月終わるとね、いよいよ今年半分以上が終わることになるんですね。早いですね。で、7月份已经到了21号了。7月份一过8月份8、9、10、11、12还有5个月这一年就完了。很快哈。あと5ヶ月で、ね、今年が終わりますよ、ね、そういえばあの昨日20日から夏の土曜期間というのがあるらしくて、それに入ったんですよね。だからちょっと調子悪いんですよね、私ね、うん、なんか体が重いというか、なんていうの、気が重いっていうか、なんていうか、うん、なので昨日ずっとゴロゴロしてましたね。まあ幸い仕事がなかったので、幸いなのか不幸なのか仕事はなかったのでのんびりしました。それでふっと思ったんですけど、あ、昨天是那个土用、就是好像是说这个换季节的时候都会有这么一段这个特别的期间吧，嗯，所以一直没有什么没有气力，在家里滚来滚去的。でも突なんかふっと思ったんですけど、こう季節の変わり始めて。新しい季節が来るところだから、多分人間がうんうんうんってこう対応できないんですよね。なのでズタバタしないでじっと様子を伺いながら体力を蓄えて、来るべき新たな季節に備えて来た時によしっていうふうに言った方がいいかな思いましたね。所以在个换季之初吧，好像对身体有些影响啊，就没劲儿了，有气无力的呀、啊、什么的，啊，不太熟悉啊，但是就是感觉，嗯，所以觉得啊，这个时候应该是积攒体力的时候，是吧？等这个时期一过。迎接了新的季节以后，完了，在这个时候积攒的体力让它发挥出去，迎来更多的这个挑战呀、啊、哈，新的事情是吧？なんでもまあね、プラス思考に考えればいいかなって思いますね。なので今日は。モンゴルの民謡アオバオで会いましょうっていう曲を思い出しました。ちょっと明るくいきたいですね。所以今天想起了一首歌叫奥包相会，是蒙古的民谣好像是哈。
と陽気に希望を抱いていきたいね。うん。それでは今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。那么祝大家有一个美好的星期四。生徒さんを募集しています。個人レッスンです。一人一人の状況に合わせて、プログラムを考えて進めていく、内容です。オンラインでも対面でも結構です。興味ありましたらご連絡ください。お気軽に。それではごきげんよう。さようなら。再见。